三角形になるように横に半分に折ります。さらに三角形になるように縦に半分に折ります。折った部分の内側を広げて四角に折ります。ひっくり返して三角の部分を反対に折りずらします。折りずらした部分の内側を広げて四角に折ります。左右の角を真ん中の折り目に合わせるように三角に折って折り目を入れて広げます。ひっくり返して左右の角を真ん中の折り目に合わせるように三角に折って折り目を入れて広げます。折り目をつけた部分の内側を広げて三角に折ります。ひっくり返して折り目をつけた部分の内側を広げて三角に折ります。折りずらしながら残りも折り目をつけた部分の内側を広げて三角に折ります。左右の角を上の角から真ん中の折り目に合わせるように三角に折って折り目を入れて広げます。つけた折り目を使って内側を広げながら折ります。ひっくり返して左右の角を上の角から真ん中の折り目に合わせるように三角に折って折り目を入れて広げます。
つけた折り目を使って内側を広げながら折ります。折りずらしながら残りも同じように折り目を入れて、折り目を入れた部分の内側を広げながら折ります。真ん中の角を左右の角のところから折り上げます。ひっくり返して真ん中の角を左右の角のところで折り上げます。折りずらしながら残りも同じように真ん中の角を左右の角のところで折り上げます。折り紙を広げます。段折りをして重ねるように折ります。折った部分の角を中心に持っていくように折ります。残りの部分も順番に段折りをして角を中心に持っていくように折ります。